富山新聞は、北国新聞社と山本社が発行する、長官専売の富山県の地方紙。1923年創刊。発行部数は42,602部で、富山県内でのシェアは、約1割で3位。金沢市の北国新聞社で紙面を制作、印刷しており、紙面は一部を除いて、北国新聞と共有している。また論調は、北国新聞と同様で、 富山と名乗るが、石川県民を施行した記事や社説が多い。勇刊は1952年11月から発行したが、1968年に発行を終了している。なお、富山県西部の小矢部市や高岡市のコンビニエンスストアでは、富山新聞と北国新聞が併売されている。別の県で制作、印刷されている県市は他に、 大阪府の大阪日日新聞、福井県の日韓県民福井、奈良県の奈良新聞がある。かつては北日本新聞社も石川県で北陸新聞の代号で発行していたが、北陸新聞は中日新聞社に経営権を譲渡し、現在の北陸中日新聞となった。かつて国民の祝日の発行号では、親会社の北国新聞とともに大事近くに、 祝日には国旗を掲げましょうの表記があった。北国新聞のように地域ごとの紙面はなく、主に北陸総合、富山総合、地域ニュースの3面で構成されている。番組解説は4番組。北国新聞の系列ラジオ局であるラジオ、高岡の番組解説が掲載されていた時期があるが、現在は廃止されている。なお、ラジオ、 高岡を除くと山県内の他のコミュニティ放送局の番組表は掲載されていない。掲載サイズは原則4分の1サイズ。2018年11月30日付までは新潟テレビ21新潟放送の番組表も掲載されていた。ありがとうございます。